さっちゃんのミュージックポンピおめでたい、はい、この番組さっちゃんのミュージック4ピース1周年でございます。おめでとうございます。皆さんのおかげで無事に1周年迎えることができました、この番組さっちゃんのミュージック4ピース MC の愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんです。よろしくお願いします。はい、そして私、ともこママこと竹内ともこと申します。このシーウェーブの番組で、第4週目の月曜日夜8時半から角居酒屋豆太郎という、番組をやらせていただいております。その中でともこママとして皆さんとこうやって楽しく1時間生放送をお送りしてるんですけれども、縁あって、さっちゃんに声をかけていただいて、はい、今日はですねこの番組のアシスタントとしてやってまいりましたので、どうぞ皆さんお手柔らかによろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あれですか、番組ではね、はい、私豆太郎さん別の、ね、ラジオの方で、一緒にやってるんですけども、はい、そこでは豆太郎さんとともこママって形なんですか、はい、ディレクターさんですね。そう、はい、だけど今日は竹内ともこさん、ともこさんの方がいいんですか、それともともこママの方がいいんですか。今日はじゃあ竹内ともこさんにしましょうか。ともこさんで、ともこさんで、それともともちゃん、さっちゃんともちゃん、あ、じゃあさっちゃんともちゃんでいきましょうか。今日は、じゃあ今日はさっちゃんともちゃんでお届けしたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、この番組は在宅医療専門の桑野クリニックの提供にて千住ハウス7階シエブスタジオより公開生放送でお届けしております。そしてではメッセージ番組ではメッセージを皆さんお待ちしております。こちらですね、千住アットマーク cwave.jp ということで、こちらまで皆さんどしどし、お送りください。お待ちしております。番組1周年ということでね、そうなの、はい、本当にそんなメッセージなんかもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。愛あるメッセージをお待ちしております。あと本日の、ゲストの方、素敵なゲストも、はい、いらっしゃるので、質問でもいいですし、今日はすごいですね、盛りだくさんで、盛りだくさん、はい、1年の抱負でもいいし、はい、何でも特にテーマはないので、ぜひお寄せください、はい、お待ちしております。でね、早速なんですけど、お花いただいちゃいまして、どうもありがとうございます。素敵です。お花あるといいですね、はい、すごくね、なんかほっとしますね、いいですね。花って癒されますよね癒されますね。そういうさっちゃんも頭に花を乗せてたりなんかして、結構そう、今日黒で地味だから、なんかちょっと花つけようかなみたいな、なんかね、イメージがラブリーなイメージですね。あ、普段はね、でもね、言っていい、普段ジャージあ、ダメよ、それは死今日皆さん大寒波で寒いじゃないですか、なのにこんなにたくさんいらっしゃって、ね、ここあったかいんですけど、はい、私今日の服すごいから、ロングスカートの中に実はズボンを履いてその中にロングのレギンス2枚すごい、そんな防寒してきたんですか。でここにもその中にさらにこのボアボア見えるかしら、はい、放送では見えないと思うんですけど、レグオーマしてるの、やだちょっとおばさんやだ。でもね、そのぐらいやっぱり女の子は体冷やしちゃいけないのでね、冷えるんですよ、それが、あったかくしてそうはい、そうなんです。そんなさちゃんなんですけども、何か1年の抱負とかママはあります？あ、ともこさんママね、ともちゃんね、ちゃん、そうですね、今年も私は一応歌を歌わせていただいておりましてですね、今年はシープスというユニットも組んでおりまして、今月1月に第2シングル、2枚目のシングルを、出させていただくことと、ありがとうございます。あと竹内智子としてもソロで、歌わせていただいておりまして、リグレットという CD が発売されてるんですけれど、今2枚目のセカンドアルバムをちょっと制作中なので、今年中に皆さんにお届けできたらいいなという、気持ちでおります。楽しみですね。あとはたくさんもライブをまた今年もいっぱいやって、たくさん生で皆さんにお会いしたいなと思っております。私は去年ここもね、
去年5回も入院してしまったので、うん、点滴のルート入ったまま外出許可で放送 したりとかしてたんですけど、うんうん、まあね去年、まあ、ステロイドの治療とかそれで10キロ太っちゃったんですよ。まあ数年かけてですけど、だから体重を元に戻したいなって今年いい加減。いやだ女の子の願望ね。そう願望永遠の永遠のね永遠の、うん、一番痩せてた時は40キロぐらいしかなかったので、それは痩せすぎなので身長153センチ、うんうんうん、だけどそこまで痩せたらちょっとと思うので、うんうん、まあ程よいぐらいまで落としたいなと思いますけど、うん、でもまあ今年も健康でね元気にね、はい、このさっちゃんの笑顔をたくさん見たいのでね、そう行きたいです。はい、じゃあそれでは本日のね早速ですね、はい、ファンの方もいらっしゃってますけども、はい、お呼びしましょうか、ししょうか、はい、では本日のゲストはボイスのお二人です。どうぞお越しください。どうも、いやいやいや、こんばんは。どうも、はい、いらっしゃいませ。ボイスですあ、なんかハウリングがフォフォ言ってますね。大丈夫ですかね。なんかどっか行っちゃってますね。いやなんかなんていうの、うん、この俺たちがすごい間違いなところに来てる感じ。なんかね、あの隣の期間がね、隣で聞いててね、うん、すごくなんだろう、純真無垢な無垢なね、お花のようなね感じの中に急になんかもうどこが入ったんだろうな、ね、意外とそうでもないのか。そうですか。そうです、中身はみんな毒ですか。毒も持ってますね。毒持ってるの。あ、だったらよかった。あ、なんか怯えちゃったの逆にね。非常に入りづらかったよ、うんうん、僕たち入っていいのかみたいな。大丈夫です。そんな感じなんですけど。そうですか、あの、はい、ボイスさんといえば、はいはいはい、北海道出身、はい、はい、そうです。でなんかねまるでね、まるで今日の寒さはボイスさんが僕たちが連れてきたみたいな。正直言って、うん、もう北海道の寒さったらもうすごいとんでもないですからね、なんか誰か人間辞めたくなるっておっしゃってたから、ね、いやそんなことないよ。北海道もう死んでる。みんな辞めてるよね。いやいや気持ちいいよ。気持ちいい。ああ寒いっていうよりも痛いっていう。冷かやっぱ10度ぐらいからだんだん冷か10度が分かるぐらいから気持ちよくなってくる。だんだんすごいですね。あのいくらでも酒飲めるな。そう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 。キリッとしてていいよ。飲んでも飲んでもすぐシャキンとするから。ダラダラしない。ダラダラ。髪の毛が凍る？え？あ、もちろんもちろん。濡れてたらすぐ一瞬、一瞬で。タオルとかもね。あの、うん、棒になるってね。じゃあバナナで釘が打てる。あ、打てる打てる打てる。いや、やったことないけど。本当の話なんだ。いや本当の話見たいよ。やったことないけど。うん、いやいや、やってみたい、見たいね、こっちの人はね。あと、あの雪食べてみたいって人。あ、よくね。あ、いや、沖縄の人はよく言うわ。うん、雪のないところだから。え、食べたことあります？ないよ、あんな汚いの。ちっちゃい時は食べたよな。あ、遊んでるうちに口入るしな。田舎だといいんですけど、うんうん、札幌とかね、そういう都会になるともう絶対食べちゃいかない。やっぱね、都会の雪は汚いですよ、すごく。すごいことになってますけど、ね、うん、もう田舎の山奥だったら綺麗かもしれないですけどね。そうですね、色だけなんですね本当はね。綺麗な、そう綺麗そうに見えるけどよくよく見たらもういろんなの入ってる、気をつけた方がいいですよ。そうですね、でも、まあ、確かに寒いわ、うん、確かに寒い。大寒波が来て、大寒波だね。今2度とかそれでしょ大体ね。あ、東京ですか。そう、うん、2度とかそれぐらいでしょ、うん、でも北海道で2度って言うとマイナスのことですよね。2度って言ったら、まあ、大体マイナスつけないって聞いたことある。いや、マイナスつけないことないけど。つけるけど、ね、マイナス9度だって今日は9度とか言ったら。いや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 、ちゃんとマイナスって言いますよ。それはないと思う。いや、そんなもんバカにしちゃって、そんなマイナス、ちゃんとマイナスって言う。まあ2度ぐらいがあの昼間の温度かなって感じだね、うん、今だったらね。うん、それでやっぱり最高気温が2度とか3度とかそれぐらいじゃないですかね。うん、寒いですよ。はい、あ、さっちゃんどこ生まれでしたっけ。私は、はい、あの神奈川県の大和市。あ、大和、はい、あ、そうですか。マッチと同じですね。あ、そうなんですか。知らないの。でマッチのバックバンドは大和っていうバンドのだったでしょ。え、そこから地名が。そうそうそう、私ただその大和生活はほとんどないので。大和生活。ああ、どこ生活してたの。大和生活しないでどこの生活をしてたの。一番越谷生活。越谷生活なんだ。ああ、埼玉の方ですか。数年前竜巻が、あの私の家の裏なんで、真裏なんですよ。あの徒歩1分のところが電柱が倒れみたいな。やだ、あ、大丈夫。大変だったね、越谷。それが曲が生まれましたけどね。それで竜巻っていう曲が問題でしょ、そんなの出したら。ふるさとソングが。え、ふるさとソング。あ、なるほどね。越谷寒くない。
寒いです。東京より2度ぐらい。そうでしょ、やっぱりね。いろんな人から言われます。あの越谷のお客さん笑ってらっしゃいます。越谷で、ね、やっぱりちょっと寒いですよね、やっぱりね。いろんな人からバカにされます、ね、バカにはされないよ。いや、なんかあの人が歩いてるね、ちゃんととか。歩いてる、越谷市でしょ。市でしょ。そうなんですけど、市でしょ。いや、都会の田舎で、都会の田舎難しい位置にいますね。いや、これイノシシとかも出るじゃないですか。だから結構田舎って思われちゃうんですよ。イノシシ出る。タヌキは出る。もう札幌だって間違いに最近はクマが出るからね。クマがね、うん、最近はね、街中には出ない。街中から出たってもうすごかったよ。どこよ、ススキノにか。なんかゴルフ場にススキノには出てこないよ。どこ出たらパスだよ。それは違うクマだよ、それ。ススキノに出てないけど、なんかゴルフ場とかそういうところにね、ヒグマが出たって言ってね、もう札幌の街中に出てきてるって言って、今大変なんだから。あ、そうなの。イノシシもすごいけど、北海道ヒグマってのもすごいでしょ、だって。ヒグマね。街中に出てくるの、ヒグマはもう。はい。この2人なんですけども、一応放送を聞きの方のためにも、はい、あの一人一人簡単に自己紹介お願いいたします。あの一応双子さんでいらっしゃって、僕たち、はい、あの一応僕が30分早く生まれたということで、あの兄になってるんですけども、兄の別所秀彦です。よろしくお願いします。通称秀さんですね。あ、秀ですね。秀って呼んでください。はい。そしてもう30分遅れて出てきました。一応弟やってるんですけども52歳の双子。ああ、ね、まあ、3月で53になります。なりますね。なかなかこんな老けた、双子を見るか皆さんないんじゃないでしょうか。どうなんですか ね。一応弟やってます。よしひこです。よろしくお願いします、はい、通称よちさんですね。よろしくお願いします。じゃあね、はい、ちょっとね、早速一通ちょっとご紹介させてください、はい、今日ね、ライブもねしていただくんですけど、まあ、メールでね、LINE46 さんから、横浜市の、はいはい、あの秀さん声の調子はいかがでしょうかって。去年の、ね、年末にね、もう声ガラッガラッと歌ったんで、それを聞いてらして心配してくれたんじゃないかなと思うんですけど、もう大丈夫です、全然。もうあの正月休みましたから。ああ、よかったですね、はいはい。まあ、余談ですが、余談を読みたくなっちゃうんですけど、打ち上げ中の店内に流れたボイスさんの24時間の神話をつまみに美味しいお酒が飲めたそうですよって、池田さん、池田聡さんと何かライブとかされたんですかね。あ、池ちゃんから来てんの。いや、違う。池田聡さんは、うん、同い年なんですけど、デビューはもうずっと先に、池田さんはもう大学の時代にデビューしてますんで、ずっと僕たちの後輩になるんですけど、同い年ってことで仲良くさせてもらったりとかしてて、で一緒にライブもたまにやったりして、仲良くしてますよ。それで池田聡さんがね、ここに池田聡さんもインフルエンザにかかったとか書かれてたの。あ、そうだろ。年取るとね、免疫力が低下していって、なかなかまた治りにくかったりしてね。去年あの12月風邪ひいてたんですけど、1月に全く新しい風邪ひいてますから、ね、なんかお前やってるもんね。何なんだろうね、この年取ると恐ろしいね。年取らなくてもね。私半年間風邪が治らなかったことあります。本当にそうだよね。僕も8月から12月までずっと引いてたから。ああ。だ、結構長いんだよね。そう、軽い風邪がずっとくすぶってるっていう状態ですよね。そうなんですよね。いや、もう僕ら歌の仕事の場合は本当にもう適面に喉に来るからね、もう風邪だけは本当に気をつけなきゃと思うんですけど、軽い風邪で音域が変わりますよね。でも全然ね、そうなの。そうですね、弱いところに来るんだね、風邪って。そうですね、喉いつも使っていくから、喉やっぱり痛めてるから、はい、そこに来るんだよ、必ず。弱いところに来るからね、気をつけ、歌歌ってるのもね。はい、気をつけます。今日もね、歌ってるうちに、もしかしたら鼻水出るかもしれない。手で拾ってほしい。軽く拭きながら。はい、メッセージ。はい。あ、じゃあそのままじゃあちょっと読んでいただきましょうか。読んでから聞きます。あ、ボイスのお二人へのメッセージですっていう、あの名前読んで大丈夫なんですね。旭川の、あの竹野直子さんからですね。これ全国です。世界です。世界、そっか、そっか。いや、インドネシアの兄貴見てるかな。今日本に帰ってきてるから。あ、そっか。で、あのファンクラブから年賀状が届きました。ありがとうございます。であの CD テレビでもやっていたのですが、ヒデさん、ヨチさんの2017年の約束を教えてくださいって。こっちと僕が約束ですか。2017年の約束を教えてくださいって。
だいぶ遠いですね。これ何、兄弟の約束ってことですか？2017年。ヒデさん、ヨシさんの2017年の約束を教えてください。多分兄弟じゃないでしょ、これ言ってるのは。多分あの抱負みたいなこと言ってるんじゃない。抱負の抱負ってこと、うん、じゃないのかな、まあ、そうじゃそうあ、まあ、だけど約束でもいいんだけど、ね、まあ、今年はとにかくアルバム作るってことはね、アルバムじゃないかもしれないか、いや、まあ、ミニになるかもしれないか、いや、その細かいことはいいんだけどさ、うん、まあ、なんか新しい作品を出したいですね、うん、はい、そういうのは、まあ、あの年末にも話してましたね、うん、あの、なるほど、で今少しずつ、今年はデビュー24周年ですから、24あの皆さんにとっては中途半端に見えるでしょ、24周年ってそんなことない、中途半端でしょ、24なんて、ところが、はい、僕たちのデビュー曲24時間の神話っていう曲でデビューしたんで、24っていう数字には僕たちすごくもうただならぬ思い入れがあるわけですよ、はい、ですから24年にじゃあどうしましょうかってね、いろいろなところでまた歌いたいですよね、そうですね、もう今年もかなりライブもう全国いろんなところ行きますよ、楽しみですね、はい、行きますよ、楽しみ、じゃあそれではあの早速ね、何曲か1、2曲いきなり来ましたね、お願いします、いきなり来ましたね、やっぱりね、ライブ番組ですから、そう、ライブ番組なの、一番最初初めて知った、ライブ番組なのこれそれあのリアルでしょうか、それとも、いや俺トーク番組だと思ったね、両方です、ライブとトークの番組です、あ、そうですか、それでチューニング始める僕たち、これ一番最悪なパターンですよね早く歌えって感じで、でも生放送ならではそうですね、そうなんですよね、なのであのよく私は時々やるよくかな、時々お客さんにマイク持ったりで質問をね直接いただいたりとかすることもあります、なんか質問が質問ありますか、ございますか、いきなりもうちょっと後に取っといた方がいいんじゃないそうですね、ちょっと考えておいていただいておいてねそうですね、じゃあね、はい、じゃあね、そうね、少年の虹っていう曲を言ってみますか、まずはね、はい、あ、いやいや、そんな別に地道な拍手、あれは地道な感じで風の見えるあの街で僕たちは生まれた、君が笑う
に閉じたまぶたに少年の虹。先にもう一曲行っちゃう？行ってください。ああ、やるかい？うん。急にやる気だね。いやいやいや、せっかく来たからね。なかなか北千住に来るとこ、時がなかった。北千住ってすごい都会だね。変わりましたよね。変わりました。変わったんだ。はい。変わったの？はい。いや、今電車で来たんだけど、出口わからなくなっちゃって、たくさんあっちゃって。変わっちゃって、ここ数ヶ月前にまた改札も。そうなんですね。すっごいどうも、こんなにたくさん出口あるぐらいの街だと、いや失礼しましたって感じなんですけど。30分ぐらい前ですよ。本当に大変。本当ギリギリに会場に入りましたもんね。まあほぼジャスト。そうですよね。本当結構前に来てたんですよ。ぐる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 回っちゃって。ルミネのあたりをぐるぐるしてた。連絡くだされば。あ、そうですか。連絡場所知りませんから。それでは、北海道のことを、ふるさと北海道のことを思い出しながら、書いた歌です。粉雪のセレナーデという歌を聴いてください。
切ない歌ばっかりですいません、ね、本当にね、今日はまあいくつか歌わさせていただきますけど、ね、全部バラードです、はい、もう新年早々ね、いやいやいや、もうすいません本当に、ね、暗い気持ちさせちゃうからね、僕らの歌ってね、一回ギター下ろしていいかな、一回、そうですね、ちょっとその間に生 CM 行きましょうか、そうですね、はい、それでは行きますよ。ここでですね、柏市豊敷にあります在宅医療専門の桑野クリニックをご紹介したいと思います、病院やお医者さんが嫌い、通いたくても通えない、でも医療が必要な方々のためにある、在宅医療専門クリニックです。患者さんのためにあるならノーと言わないを目指して日々頑張っております。こちらのお問い合わせでございます。 047-189-7715 047-189-7715 です。お電話番号などね、間違えないようにしていただければと思っております。はい、はい、もしですね、電話番号とかわからなくなりましたら、うん、さっちゃん事務局までお問い合わせください。で、桑野クリニックの院長の桑野先生はですね、すごく熱い、心は熱いハートを、持ってる方で、まあ常に携帯からね、何でしょうね、携帯でも患者さんの悩みとかを聞いてるぐらいの先生なので、そうなんですよ。ぜひ柏方面の方、在宅医療を必要とされている方ね、覚えておいてくだされば嬉しいです、はいはい、そしてさっちゃんからのお知らせなんですけども、まあ、すでにご存知の方も多いかと思うんですが、私はいくつか病気を抱えてまして、その中の自己免疫疾患の方が去年の春の時点でちょっと主治医の方からちょっといろいろ可能性が難しいねというお話をされています。でそんな中、免疫抑制剤やステロイドなどを使いながら今治療中なんですけども、まあそれでも可能性がわからないってことなので、保険外の細菌食というのを大学の方に申し込みました。それはまだ治験で、ドナーも2浸透までって決められていて、治験なので受けられるどうかもわからないし、受けたからといって良くなるかどうかもわからない状態ではあるんですが、まあ、今の治療だともう体の方がやっぱり体重が10キロ増えたりとか、薬剤性の肝機能障害になったりとか、いろいろな副作用が出てきているので、続けていくのもどのくらいできるのかなっていう未知数ではあるんです。なので今私さっちゃんはその細菌移植に祈りを託しながら番が回ってきますようにというふうに日々過ごしているんですけど、何せお金もかかります。車が買えるぐらいのお金もかかるので、今はせっかくなので皆さんの愛から生まれたさっちゃんとみんなのお歌、こちらアルバムを2000人に届けたいってプロジェクトをやってます。2000人にお届けできればちょうど移植費用になりますので、こちらは11曲入っていて2000円で世の中で販売されているんですけど、もし協力してあげるわって方がいたら、ね、さっちゃんまで直接でもいいし、事務局の方までお問い合わせください。またこちら CM の放送後でもお買い求めすることができますので、こちらですね、さっちゃんとみんなの歌、今2000人に届けたいと頑張っているので応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、でともこママの方から、はい、ともこさんの方から告知を、ね、すみません、そのさともこさんに変えるって言ってたよ。ともちゃんになったんじゃないかな。最初の約束が何だったのかって、ね、さっちゃんともちゃんで行こうって言ったんだよ。そうそう、さっちゃんともちゃんのママって言っちゃったね。そうそう、ごめんなさい。はい、ともちゃんの何、なんか告知あった後、いいですか、はい、まあ、今月なんですけれども、1月の23日こちら先ほども言いましたけれども、第4月曜日にですね、角井坂や豆太郎という番組を、もう3年近くやらせていただいているのかな、この番組開始からちょっとやらせていただいていて、こちらもゲストを呼んだりとか、やっぱり歌があったりとかして、とても楽しい、番組になっております。その中で私はともこママとして、皆さんと一緒に楽しく、はい、生放送をやらせていただいてるんですけれども、ぜひこちらの方も、今月は1月の23日月曜日夜8時半から1時間の生放送なので、ぜひここで、ここで、あ、なるほど、
ぜひまた遊びに来て私の番組の方に、はい、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います、はい、そしてライブ告知なんですけれど、こちら北千住ノックというところで1月の20日にですね、女の子だけのライブレディービーンズというライブをやらせていただきますので、こちらの方もね、ぜひこれはあのお客さんも女性ばっかりっていう、いやそれはね残念ですけれども、あ残念、入り混じっていろんな方、じゃあ男の人も入れるってことね、もちろんでございます、はい、出演者が女性だけで、なるほど、はい、いらっしゃる方は、それはまたいいね、男性大歓迎でございます、うん、はい、男性の方が多そうですね、あそうですかね、うん、でしょうね出演者が女性だとやっぱりそれはそうですよね、はい、うん、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思っております、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあここでまたね、メッセージをご紹介します、はい、おーちゃんからです、ありがとうございます、ですね、ボイスさん初詣行かれましたか、行きましたよ、行きました、行ってないよ、行ってますもちろん、いや兄弟プライベートはあまり行動はしないよ、気持ち悪いなんで二人で手つないでそんな神社に行かなきゃいけないのほらお正月だからご家族とか親戚集まってっていう感じでみんなで行こうというのはならない、ね、北海道だから北海道に行か、うん、帰らないですよね、こっち組のはこっち組っていうか別々組ですよ、いや僕はだからまあ 2,3 やっぱり行きましたよね、 2,3 僕ぐらいになるとねお願い事が多いもんですからねそんなことはね、バカ野郎 2,3 行った、で、まあ、家の近くの宇治神様ね、宇治神様行きましたけど、その後は比叡神社っていうある大きい知ってる、比叡神社知ってるよ、あの赤坂のね、そう、はいはいはい、猿田彦が祀られている、猿田彦って言ったらもう芸能の神 様、ね、芸能の神様ですね、そうなんですね、明治神宮行ったわ、そういえば行った、でっかい、あそこ御朱印800円だもんね、あそこね500円だった、安くなったの、入場料かかるんですか、はい、ご神お願いしますって言ったら基本300円なんですよ、でも明治神宮はうちは500円ですって言ってちょっと高い、いや、比叡神社もそうでした。500円ですね。やっぱ大きいところ、いやプレが強いのかな。まあいや僕たちいつもね、御朱印を持っていつも全国いろんなとこ行って、あれいろんな町行くじゃないですか。でライブのちょっと前とかに、まずその町に入ったらまず神社行くんですよ。それで町の玄関ですからね。で、宮司さんがいるところでは御朱印書いていただけるんで、書いてもらって、それで今日のライブ成功させてくださいっていうことで、その町の神様にね、お願いしてからライブやるっていうのが基本なんですよ、神社仏閣巡りがご趣味なんですね、になりましたね今はね、昔はねお城巡りだったんですよ、でも結構ライブの途中でポッて、ね、結構離れてるお城って、でも歴史ものが好きなんですね基本的にね、北海道ですから、北海道って歴史ものないんで、ないですないですよ、明治時代から始まったんですから北海道は、開拓されてね、はい、ですからないんで、お城が好きだったんですけど、お城行くのはちょっと遠いと時間ない時やばいってことで、近くの神社も結構歴史があったりするから、それで行くようになったんです ね、 5年5、6年前からですかね、メールの途中でしたよね、あごめんなさい、あ大丈夫です、脱線しちゃいました、リクエストいただいてまして、いくつか来てるんですけど、すごい、24時間の、いや違いますいやでもそんな話初めて聞きましたリクエストあるって聞いてないです、そういう番組っていう、たまたまおーちゃんが書いてくださって、おーちゃんはそういうやり口するんだよね、いつもね、どういうやり口リクエストをよくするやり口、やり口があるわけ、ソーロングから始まりまして、琴の葉まで5、6曲リクエストをいただいてますね、すっごいあるね、ありますね、何あるのちょっと言ってみて、ソーロング24時間の神話、おやすみ、枯葉、寒い空のジングルベル、また季節外れだね、また琴の葉と、いやもうそうそう簡単にはやりませんよ、この中でこの中でリクエストにお答えできるって言ったら、お休みと、なるべく歌わないやつを今言おうかなと思ったんだ、あそう、ソーロングは、24時間の神話はないな、だから今言ってるだろう最後に撮っておきます、24時間の神話、最後にそうですかね、まあ、24時間の神話歌わなかったらもうぶん殴られるでしょ多分神様にいい加減にしなさいってしたら、琴の葉行ってみるか、また今歌う？歌うんじゃない？違う、どうぞ、歌う、せっかくいい、はい、リクエストあるので、はい、じゃあ琴の葉は、琴の葉はちょっと行ってみるか、じゃあ琴の葉行きますか、琴の葉行ってこちら行きますんで、琴の葉行ってこちら、あ、そっち先行きますか、琴の葉行ってこちら行って、またトークで、今打ち合わせしてます、臨機応変に行きましょうってことこちらってこちら、こちらよ、そうそう、
私の曲で締めるのはおかしいのでってことです。いやいやいや、それでいいと思うよ。いやいや、それは勘弁してください。いや、いいよ。いやいやよかったよ、ここが現れるもんな。もう一回人生やり直そうと思いましたもん、さっき練習してて。はい、じゃあ琴ノ葉っていう歌を聴いてください。感じの曲ばっかりでね、しみきた贅沢でしたね。前岡さんギターも心ないでして声も、いやなんか僕たちも歌ってて友達の部屋で歌ってる感じの気持ちで、だから私はあの歌の時はけますねって言ったら、そこに行ってそのままいいよって言って、とか誰かそばにいてほしいタイプだから、二人だけにさせないでっていう、すごいね、贅沢ですよね。それでここで何をやるって、まだ歌わないよね。歌うの歌いましょうか。あ、そうか、時間も時間ないでしょ。あのそうですね、リボイスさんの曲も行きたいので、はい、ちょっとここであのちょっとね、あのさっちゃんが作った、ね、皆さんに楽譜をお配りしました、はい、神様からの贈り物、違う
そっちか。あ、社長もいらっしゃってますね。どうも、シューブの社長です。まあ、ここで挨拶もおかしいでしょ。番組中にどうもって。どれだけ緊張感ないのって言われるだって。その方が面白いかなってちょっと思ってました。で、これあ、ちょっとこちら。こちらですね、私が作ったファミリー賛美歌なんですけども、ラララの部分があるので、ラララを皆さんと一緒にちょっと歌ってみたいなと思います。で、最初ちょっと歌ってみますね、はい。まあ、チューニング中なのでギターなしで、ラララがランラララララランラララララランララ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 ラってなんです。すごい分かりやすい歌だよね。分かりやすくしたんです。それがいいよ。ちっちゃい子から生まれ歌、それで音域もちょっと考えて、そう1オクターブ以内で作ろうと思って、で3拍子にしたいなと思って、可愛らしく。いや、いいんじゃないですか。すごく分かりやすくて、みんな歌いやすいよね。じゃあちょっと、はい、もう覚えたよね。あ、じゃあなんかリハなしにいけそう。じゃあ行っちゃおうか、うん。だってラララまでにこのメロディーが出てきてるからね。出てきます、はい。出てくるので、なんとなく歌える方はそのまま雰囲気で一緒に歌ってくだされば嬉しいです。それでは神様からの贈り物。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。小さな僕の不思議な命、どこから来たの？それは神様。僕にパパを、僕にママを与えてくれたんだ。パパとママの愛の証、それが僕。ありがとうございます。心現れるね、本当に。今まですいませんでしたと思う。いや、でもなんか私の拙い曲をね、いい曲ですよ。本当にありがとうございます。心に入ってくる曲ですよ。そうですね、
本当に、いやすごい嬉しい、勉強になりました逆にこういう歌ってのは ねみんなが作れそうで、こういうの作れないんですよ、ちょっとなんか手の込んだの突き上がっちゃうとにかくシンプルに簡単に一回で聴いて歌えそうな曲って感じをちょっと狙ったんですけど、いそれ狙い通りです、本当にありがとうございます、うまくいったと思います、ありがとうございます、素晴らしい、ね、本当にすごい嬉しいです、ありがとうございます、もう皆さんも一緒にあの歌声聞こえてきて嬉しかったです、ありがとうございます、これみんなで歌う、歌うほどグッとくるものがあるね、この歌は ねそうそうそう、ね、もう正直もう何千人っていう感じでね、そうなんですよ、ね、たらもうすごいんだろうね、うん、頑張りましょう、その時はまた40歳 あのギタリストそんな恐縮なギタリストじゃなくてハーモニーとギターでいきます、そんな恐縮です、いやいや、とんでもない、そして、うん、そして、はい、さあボイスさん、今後の予定とかは何かありますか、19日ですね、もうすぐですね、19日、はい、19日は東京タワーで毎年ね、はい、歌い始めって言って、東京タワーから始まるんですけど、まあ、今ちょっと歌っちゃいましたけど、歌い始めというライブとしては、その東京タワーになるんですよね、楽しいですよね、私も来てくれてるもんね、私もあそこで歌わせていただいて、やってるの、さっちゃんと愛を届けたい、さっちゃん大王、さっちゃんと愛を届けたい、あさっちゃんと愛を届けたい、さっちゃん大王って何だよ、そういう名前でやってるのかと思ってあのサポートメンバーが愛を届けたい、そうなの、はい、やってるんだね、はい、まあ、19日僕たちも、ね、日曜日なんですけど、あと、まあ、それから北海道行きまして、ちょっとあって、ね、2月は、うん、あのバレンタイン、バレンタインライブがねつって、あの北千住が近いですね、近いね、あのすぐ阿鼻子だ、すぐ隣じゃねえだろ阿鼻子、阿鼻子なんですぐ隣って、北海道の感覚だと隣だよね、隣近所ですね、確かに、それが2月の18日、一心という居酒屋さんで、ね、僕はプライベートで行くお店で、実はじゃあもうお店のマスターとかって気があって、じゃあやろっかになったんですか、そう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 、うん、あいいですよ、そのラフな感じ、ラフな感じで飲みに行って決めたんですよ、やりましょうかそろそろって、まあ一回一回やって、でもう一回なんかやらないって言って、あ全然いいですよって言ってね、あちょうどバレンタイン時期にしましょうかなんて言って、素敵ですね、そうなんです、来る一心に行きたいですよ、食べ物も美味しくて、そこはめちゃめちゃうまいとこだから、そしてそこの息子たちがイケメンじゃん、イケメンだ、息子もデザイン来てるわけ、もうみんなね、あれなんていうの、あのああいうバンドなんていうんだビジュアル、ビジュアル系のバンドやってるわけ、そうそう兄弟で、かっこいい、かっこいいわけ、ちょっと気合いちゃう、いや本当めちゃめちゃかっこいいから、めちゃめちゃかっこいい、いや本当にすごいかっこいいですよ、それが、それがバレンタインだね、それがバレンタイン18日ですね、あ18、はいはいはい、あ18かバレンタイン、そうなんです、2月の18日にやるんですけど、やりますから、もしよろしかったら、はい、ね、行きたいです、そっか、これは別に、うん、こっち側だけじゃないもんね、放送されてるのがね、あ全世界、世界です、世界配信では、もう北海道のやつもさ、22と24と26と、あの29、まあその辺な感じですなんかライブや小樽とか、フェイスブックなので告知されますかね、あ、まあ、フェイスブックでも告知されますよね、書き留められなかったことは今ねホームページが工事中で、あのもうすぐ、もうすもう今月中にはできるんじゃないか、いや難しいって言ってた、全部が難しい、全部難しいってから来月いっぱいにはでき、あっていうかね、誕生日に間に合わせたいだって、3月、いやそれまでには絶対間に合わすっていうのが気持ち作ってるらしい、もうちょっと待ってくださいって感じですけどね、はい、では残り10分なので 1,2 曲せっかくなので、1曲だね、え大体1曲大体9分ぐらいだから俺たちもどんな曲だよマジでもうせっかくだからその来ましたし、24時間の島を行ってみますかね、いいですか、いいですよ、はい、いいします、膝に置いた想像が
てくれたら、この間デビューしたばっかりだと思ったらもう24年です。それは言い過ぎだわ。24年だよ。もう字も読めなくなってきちゃってね、最近動画でね。さっきから見てて、ね、驚いてたね。コード譜がもう一文字がこのくらい。でかい。見てみる、どんなのか。うん、いや見せなくてもいいよ、わざわざそんなの。こんな大きいんだよ、字が。いやこれはね、もともと老眼になる前から、割と大きめに書いてたら、瞬間にパッて見て、パッて見るから、
パッ、うん、何行とかすぐ分かるんじゃない、大きい方が小さいとこれ何行とか ね、うん、ね、あでもいつもちゃんとできてるんだね、パッと見れる、小さくてもいや目悪いのでそれはちょっとで、大体もう暗記してるんでしょ、大体はい、その能力がもうなくなっちゃった、僕暗記という能力デビューの頃はね、まあ、今も24時間の試合は見ないで歌いましたけど、これでもアンプしてますよね、アンプしてます、してません、え、あの24時間の試合はさすがに、さすがにだけど、あの新しい曲はやっぱり見ない、まあ、デビューの頃はとにかく見ちゃダメって言われたから、事務所にね、あのもちろんテレビとか出て歌うんでもこんな譜面台でこう、ね、そうですよね、やる人いないから、うん、そういう意味ではもう暗記してましたけど、途中からね、まあ、デビューして3年後ぐらいにはもうやめました、うん、もうこの人がもうあの緊張しちゃうんだって、そうそう、あの、ま、あそっちの方が間違ったらどう、あのその死のことばっかり考えちゃってもうあの集中、逆に歌に集中できないから、それだったら帰ってみた方がいいねってことになって、それで見るようになったらもう全然人って見れると思ったらもう覚えないね、あ分かります、分かります、あの見れる曲だったら覚えないんですよ、見れる場所とかだったら、そうなんだよね、だから本当は自分の歌なんだから覚えなさいよって思うんですけどね、本当にすいませんでした、本当に反省してます、そう、これがまた手書きだから素敵で、もう手書きじゃないですよ、基本レコーディングも手書きですから、ね、素晴らしいですね、はいはい、なんか気持ちが入るんですよね、手書きの方が、どうしてもこの字になんか気持ちが入ってるでしょ、入ってるでしょ、はい、入ってます、あの力強い気持ちで言ってるんですよ、ね、うん、ね、これで、うん、で弱い歌だったら弱々しい感じで字書くんですよね、これじゃあ24年前とは言わず20年ぐらい前書かれたんですか、もともとその手でこれっていうのは、このこちらのことの葉、あの直筆ですね、これは最近の曲なんですよ、でももう何年経つ、まあ3年、あ4年か、あそうだ、あそれ知ってるんだ、それだから20周年の時に書いたんだからもう4年経つってことだよ、そうですそうです、その時に書いたんですよ、はい、この人が、はいはい、で地道にコピーして使ってらっしゃるんです、あそう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 、よくご存知ほんと細かい、あの紙がボロボロになってくるから、ね、ほら音楽をやってるから皆さんがどのような譜面を見てやるとかが気になるんですよ、そう面白い趣味持ってますね、気になるのそれが、気になる、人によっても一小節ごときっちりやって何拍っていうのも記入する人とかいるから、はい、いらっしゃるね、そうなの、はい、それは覚えなきゃね、拍、うん、ぐらいは覚えた方がいいよね、で僕らは詩とコードだけ、時にはコード書いてないのもありますけど、詩だけ書いてるのもありますけど、まあ、あの本当に本当は暗記しなきゃいけないんですけど、本当に素晴らしいです、あの覚えられるのは素晴らしいことです、はい、覚えられるうちは覚えられたほうがいい、そうですそうです、これだけほらあの詩が、あの、ね、素晴らしい詩があったってコードもあると覚えられないですよ、私は逆に、この私のこういうのだったら別ですけど、覚えられるの、それは、これは覚えられます、さすがに C コードで、あにしてあのニカポで、ニカポでまた細かいね、ニカポってニカポで C だよ、あの見てる人何のことかさっぱり分からないですニカポで C でね、あギターも弾くんだね、じゃあ、ね、あ弾きます弾きます、はい、ギターとウクレレと、あのあウクレレさんギターだからちょっとハワイっぽいんだいやいや、そういうこと違う、いやなんかウクレレかと、だからそういうウクレレの飾りなの、そういうハワイアンでしょそれ、まあ、バラの花だけどねだからなのかなと思って、いやいつもあのそういうあのマラソンで優勝してる、マラソンじゃねえよ、いつもつけてるカッパじゃねえだろ、お花でしょお花、いつもつけてるわけではない、もちろんこれはやっぱり新年、これは放送用です、ということでもうすぐで40秒で番組終わっちゃいます、終わった、ほんの一言、言いたいこと、あの世界中のファンの方に向けてほんの一言で、僕ですか、はい、ボイスです、あの生きてます、あのこれから精力的にまたやっていきたいと思いますんでよろしくお願いします、あ今年もよろしくお願いしますどうも、はい、この番組もよろしくお願いします、よろしくお願いします、本当に皆さんどうもありがとうございます、あの来月はね第3日曜日ゲストは井上翔子さんです、あ翔子ちゃん、そうなんです、翔子ちゃんなの、そうなんです、本日のゲストはボイスのお二人でした、どうもありがとうございます、